こんにちは。今回はスノーマンの目黒蓮が、宮だってりょタとの関係について衝撃的な告白をした話をお伝えします。スノーマンは、2023年4月14日に放送された TBS 系の番組、中井正宏の金曜日のスマイル立ちへスノーマン登場、2時間スペシャルに出演しました。この番組は、 20年11月以来、2年半ぶりに出演したもので、メンバーそれぞれが、今だから言える話、お披露しました。その中で、メグロレンは、宮舘、りょうたとの関係について語り始めました。メグロレンは、スノーマンのメンバーになった時に、先輩後輩から同僚になった宮舘、りょうたとの距離感がうまくつかめなかったと言いました。スノーマンは、 最初6人グループでスタートし、メグロレン、ラウール、向井浩二が加入したのです。メグロレンは同じグループになった時に、今までは先輩後輩の関係性さったんですけど、メンバーという関係性になった時に、そこがうまくいかなかった、と言いました。さらに、そこがやっぱり、僕もタチさんもうまく噛み合わなくて、 メンバーになっていったという感じだったので、と続けました。この話を聞いたみ舘だって、太も、距離を感じていた、という問いに、思ってました、と打ち明けました。目黒ろは、だチさんも、表に立っているとき、見るからに変わってるじゃないですか。自分も、心の中で変わった部分もある。それがうまく、噛み合った瞬間が来た、と語りました。 そして、仕事中に、どっちもが言いたいことを、どっちにも言えた瞬間が来た。そこから、僕は、タチさんのことが大好きになりました。と笑顔で話しました。宮田手、涼太もめぐろれんの言葉を受け、覚えてます。言いたいことあったら言ってね、ぐらいまで言って、それを機に、今は、話すことができて、となずきました。 一連のやりとりを聞いていたラウールは自分たちも感じていたけどエピソードとして聞いたのは初めてと驚いていましたこの話はスノーマンのファンや視聴者からも感動や賞賛の声が多く寄せられました二人の仲直りや成長を見守る人々の気持ちも伝わってきますねこの話は2023年4月14日に放送された TBS 系の番組 中井正宏の金曜日のスマイルたち絵スノーマン登場。2時間スペシャル。で明らかになりました。スノーマンは20年11月以来2年半ぶりに同番組に出演しました。番組ではメンバーそれぞれが今だから言える話を披露しました。その中でメグロレンは 宮舘、涼太との関係について語り始めました。メグロレンは、スノーマンのメンバーになった時に、先輩後輩から同僚になった宮舘、涼太との距離感がうまくつかめなかったと言いました。スノーマンは、最初6人グループでスタートし、メグロレラウール、向井浩二が加入したのです。当時を改装したメグロレンは、同じグループになった時に、今までは、 先輩後輩の関係性さったんですけど、メンバーという関係性になった時に、そこがうまくいかなかった、と言いました。さらに、そこがやっぱり、僕もタチさんもうまく噛み合わなくて、メンバーになっていったという感じだったので、と続けました。メグロレンは、そこから思ったことをちゃんと言葉にして、一番近いメンバーって言いたいことが徐々に言えなくなっていくってあるじゃないですか。 僕は、それをあまりしたくなくて、思ったことを言葉にして、前に、金スマ、に出た時がそういう時期でした、と独白を続けました。この話を聞いた宮やだって、両ょも、距離を感じていた、という問いに、思ってました、と打ち明けました。目黒ろは、ダチさんも、表に立っている時、見るからに変わってるじゃないですか。自分も、 心の中で変わった部分もある。それがうまく噛み合った瞬間が来た、と語りました。メグ・ロレンとミヤダテ・リョータの関係が変わったきっかけは、仕事中に言いたいことを言えた瞬間だったということです。二人は、それまで表に立っている時や、心の中で変わってしまった部分があって、うまく噛み合わなかったと言います。しかし、お互いに思っていることを伝えることで、 距離が縮まりました。メグロレンは仕事中にどっちもが言いたいことをどっちにも言えた瞬間が来た。そこから僕はタチさんのことが大好きになりました。と笑顔で話しました。宮舘てりょうたもメグロレンの言葉を受け、覚えてます。言いたいことあったら言ってね、ぐらいまで言って、それを機に今は話すことができて、 とおなずきました。この話を聞いていたラウールは、自分たちも感じていたけど、エピソードとして聞いたのは初めて、と驚いていました。スノーマンのメンバーは、メグ・ロレンとミヤダテ・リョータの仲直りを喜んでいました。この話は、スノーマンのファンや視聴者からも、感動や賞賛の声が多く寄せられました。二人の成長や絆を見守る人々の気持ちも伝わってきますね。 ニヤだって、リョータがメグ・ロレンに恨みを抱いている理由とは何でしょうか実は、二人の間にはある秘密が隠されていました。それは、スノーマンの手、流曲、ダイレクトドライブの振り付けに関するものです。スノーマンは、2020年1月に、ダイレクトドライブでメジャーデビューしました。この曲の振り付けは、 スノーマンのメンバーが自分たちで考えたものです。しかし、その中には、メグロレンが、宮田手太に無断で使ったものがあったのです。それは、サビの部分で、宮田手太が手を広げて胸を張る動作です。この動作は、宮田手太が以前に出演した舞台、滝沢歌舞伎で使ったものでした。メグロレンは、この舞台を見に行った時に、 この動作が印象的だったと言います。しかし、宮舘良太は、この動作を、ダイレクトドライブの振り付けに使うことに反対していました。なぜなら、この動作は滝沢歌舞伎の思い出として大切なものだったからです。宮舘良太は、滝沢歌舞伎で共演した先輩や仲間との絆を感じていたからです。しかし、目黒連は、 宮舘良太の意見を無視して、ダイレクトドライブの振り付けに使ってしまいました。宮舘良太は、これに対して怒りを感じていました。しかし、メグロ連は、ダイレクトドライブ、ガスノーマンので、流局だからこそ、宮永元良太の魅力を見せたかったと言います。二人は、この件について話し合うこともなく、ずっとあだかまりを抱えていました。 しかし、ある日、二人は偶然にも同じ電車に乗り合わせました。その時、二人は互いに気まずくなりましたが、メグロレンが勇気を出して話しかけました。メグロレンは、ダイレクトドライブの振り付けについて謝罪しました。そして、滝沢歌舞伎のことを聞きました。宮永元亮太は、滝沢歌舞伎、データ経験や、 感情をメグロレンに語りました。メグロレンは宮永元良太の話に真剣に耳を傾けました。二人は電車から降りるまで話し続けました。その時、二人は互いに理解し合うことができました。宮永元良太はダイレクトドライブの振り付けについて許してくれました。そして、ダイレクトドライブ ガスノーマンの代表曲だからこそ、自分の思い出も一緒に伝えられると言いました。二人は、この出来事、二人は、この出来事をきっかけに、仲直りしました。そして、以来、二人の関係は、良好になりました。二人は、お互いに尊敬し合うようになりました。宮田涼良太は、メグロレンの演技力やダンス力を認めるようになりました。 メグロは、宮永元良太のリーダーシップやカリスマ性を尊敬するようになりました。二人は、スノーマンのメンバーとしてだけでなく、個人としても成長しました。二人は、自分の気持ちを素直に伝えることや、相手の気持ちを理解することの大切さを学びました。二人は、仲間やファンに感謝することや、 自分の夢に向かって努力することを忘れませんでした。二人は今でも仲良しです。二人はよく一緒に遊んだり話したりします。二人はお互いに励まし合ったり助け合ったりします。二人はスノーマンの中心として活躍しています。二人はダイレクトドライブの振り付けを誇りに思っています。この話は スノーマンのファンや視聴者からも、感動や賞賛の声が多く寄せられました。二人の仲直りや絆を見守る人々の気持ちも伝わってきますね。これで、伊達めめこと宮永元亮太と目黒うたの物語は終わりです。二人がこれからも仲良くしてくれることを願っています。スノーマンのメンバーたちもこれからも、素敵なパフォーマンスを見せてくれることでしょう。 最後までご覧いただきありがとうございました。